NiziU 初の横浜アリーナライブの裏で、せーの、ミニミチュー、私たち NiziU です。ウィジューに聞いた、ニジューのここが好き。かわいいからニジューが好きだ。憧れの存在。本当にファンクラブ入ったのがもうこの年になって初めてです。人生初めてファンクラブに加入。ニジューが元で知り合って仲良くなった友達です。ニジューがきっかけで友達に。東京と大阪から、あ、名古屋です。クラブハウスで NiziU のがあって、そこでよく話をしていて、すごい。クラブハウス、今日初めて会いました。はい、全員が今日初対面。すごいね。たまたまグッズを買う時に並んでました。で、ツイッターで つながって、なんか私たちをきっかけに、なんかこういう関係が増えたっていうのはすっごく嬉しいですね。なんかこういう関係って本当大事じゃないですか。それが他県同士でもつながれる韓国の世界線が、世界線が世界線ね、すごいですよね。この後、NiziU勝手にランキング。第1回NiziUイメージランキング。番組が用意した質問にNiziUがNiziUをイメージし回答。実際どう見られているのか検証します。憧れてます。憧れてます。それではまず最初のランキングはこちら。メンバーの中で LINE の返信が一番早そうなのは誰ランキング。誰が1位になると思う？みんなは。私的にはリマ。リマね。マコちゃん。マコちゃん。リマはなんかそういうピコピコしてるイメージがNiziUの中ではあると思うから、ゲームだから、はいはいはい、そうだから、なんかそういう結構そういう機械をずっと触ってるイメージがあるんじゃないかなっていう。なるほど。勝手な私のイメージ。NiziUは一体誰を選ぶのか、回答がこちら。みーちゃん、まやちゃん。え、まやちゃん、まこちゃん。なんか日記とか毎日つけてるから。リマスタンプだけ、一文字だけとかで、ふわってもう送ったらもう1秒以内ぐらいの。そうなの。リオか。洋服とかもさ、常に携帯で見てる。ああ、よく。横別れで。リク。お、喋ってても、もう何でもツッコミがなんでやねんって一番早い。すごいね。関西の血がね。結果は。まこちゃんかな。まこちゃん、あ、まこちゃんだと思います。ニジプロジェクトでもトゥードゥーリストとか書いてすごいしっかりしてる子なんだなと思ったんで、なんかそういう返信とかこまめにちゃんとくれそうだなと思います。1位はまこでした。一番早いの私なんですよ。絶対的にリオ。絶対リオなんですよ。リオ既読がそもそも早い。早い。たまんのも嫌だし、うん、既読つけたのが自分だってバレてそうで怖い。わ